こんにちは。はちみつ農園ポコトスカーナです。今日は細密に来ています。以前は加工版を入れずに現場で絞っていたのですが、去年から加工版を入れて持ち帰りの絞りに変えています。去年あんまり取れなかったんですけども、まあ一応手順を覚えて今年は本格的に加工版を使って持ち帰って家で絞っています。ちょっと加工版見てみていただけますでしょうか。この下の白い網目になっているやつが加工板ですね。女王鉢はこの大きさでは上に上がってこれないので、働き鉢は上に上がってこれるということで、上は蜜だけになります。こういう形ですね。蜜だけで、これを鉢をふるい落として持って帰って遠心分離機で絞ります。また家で絞っているところはそれで見ていただけたらと思うんですが、それぞれ、見ていただいている中に養蜂家さんの方いらっしゃったらいろんな工夫をされていると思いますが、私もちょこちょこ工夫したりしてやっていますので、ご紹介していきたいと思います。これですね、これが取れて、あとこの後これで、うわ、重い、いっぱい、これで大体、これをもっと膨らむと一升ぐらい溜まるっていうわけですけども、一升溜まると 1.8 リットルですよね。で 1.8 リットルは水では 1.8 キロですけども、蜂蜜の場合は 2.4 キロ。ここまでこの膨らみ方だとまだこれは一升ないと思いますが、ここはもっと膨らんでくると一升溜まると言われています。これをこう持って帰って、代わりに前に絞って空になって、遠心分離機で空にしたものをここに入れておくと、もう溜まったのを持って帰ってこうやって殻を入れておけば、もうその瞬間からミツバチは溜め出すという形ですね。今日は細密のヘルプに秀樹くん、細密のヘルプと撮影に秀樹くんに来てもらってます。秀樹くん、声だけですけど挨拶お願いします。お邪魔しております。よろしくお願いします。蜂がいっぱいでちょっとびっくりっていう感じだと思いますけども、でも力持ちの働き者で非常に助かっています。この辺は遠心分離機に入れるときに邪魔になるのでちょっと切り落としておきます。それでは包丁から細密場所まで戻ってきました。こういう形で蜜蓋っていうのがかかってます。これは蜜蜂が保存のために蜜蝋で蓋をしたものですね。で、この蜜蓋をうちではこのお湯で温めた包丁でこの蜜蓋をこういうふうに切り取っています。切り取って、でその切り取った蜜枠をこの遠心分離機に入れて回すと、ここから蜜が出てくるという形ですね。あと始まると遠心分離機の音がすごいのと、それから私たちもなかなか絞りながらの説明難しいので、うちの一番工夫しているところを便利で皆さんがもし取り入れられたらいいんじゃないかなと思うことをお伝えします。私が工夫した中で一番便利だろうなと思うのがあります。これですね、一斗缶に最終的にこの遠心分離機で絞った蜜をこの中に入れるわけですけども、その時に一斗缶はもちろん中が見えないので、どれだけの量が入ってるかというのは分かりません。うちはこの古式が一番面積が広くて一番落ちるのが早いのでこれを使っています。そしてこれに合う大きさでポリバケツをうまく加工してこのようになってますね。この底に穴を開けて3点ビス止めして、ここに穴を開けてペットボトルの口をここにグルーガンでくっつけてます。そしてこれがちょうどこの一斗缶の口に入るように木で枠を作って、かつこの木の枠で少し傾斜をつけてこの口から下に落ちていくようになってます。そこにこの一番大きな、腰網が乗るような格好にしてあります。そして
これ一斗缶は中が見えないので、どれぐらい入ってるかわからないので、ややもすると一斗缶が溢れてきたりします。それを回避するために、このアナログの体重計を使っています。今これだけの装置、一斗缶を含めて、古式を乗せて、ちょうど今0キログラムになるようにしてあって、ここに、細密をした、蜜をこう入れていくと、このまだ古式に溜まってる蜜も含めて20キロが分かりますので、それを落とせば、一斗缶の中に20キロ入ります。あ、うちは、この一斗缶にいっぱい入れると1頭ですから10升、18リットル。水では18キログラム。だけど、蜂蜜は水より重いので、一斗缶をいっぱいにすると24キロなんですが、24キロにするとあまり重たすぎるので、うちは一斗缶に20キロまでしか入れないようにしています。その20キロを測るために、このアナログの体重計ですね。これ体重計です。このアナログの体重計。これを利用して一斗缶の中の見えない一斗缶の中身を見える化しています。こうして使うようになってから非常にこぼすこともないし便利になりました。まあ、こんなことでうちは細密をしていますが、動画をご覧になっている方で、あ、もっとこんないい方法があるよというような情報があったら、ぜひ教えていただきたいと思います。そしてこの動画が良かったら、いいねを、こんな動画を上げていますので、よろしかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。